ツインバロムは、ハンガリーを中心とする中央、東欧地域で見られる大型の打弦楽器。台形の箱に貼った、金属製の弦を叩いたり弾いたりすることによって演奏する。民族楽器として、東欧に広く分布するほか、ジョゼフシュンダによって大型化及びダンパーを装備して、改良、さらにボッヘクにより改良されたコンサートツインバロムが、ハンガリーを中心に分布する。 コンサートチンバロンは39コース以上の弦、4オクターブ以上の音域を持つ。ホーンブスタル・サックス楽器分類コードは314.122から4、5で、共鳴箱付いタツターに分類される。なお、チェンバロンや、初期のピアノも同族、チンバロン、チンバロンなどの表記も多く用いられる。ロマの音楽で多く用いられるほか、アイ、ストラビンスキー、 クルターグジェルジなどの近現代の作曲家にもしばしば用いられている。コダイがオペラから編んだ組曲、ハーリヤーの種が特に有名で、しばしば演奏される。外形的には彫刻を施されたクラシックな雰囲気のものが多いが、最近では装飾を一切廃した楽器なども作られるようになってきている。現在製造されるツインバロムはボヘクの楽器を手本にして作られているものが多い。 シンバロムを省略、またはハープなどで代用することが多い。ありがとうございます。